はい、どうも、プレストン T です。今日やっていくのは、重複組み合わせって何っていうお話ですね。以前、重複順列っていうやつをやったことあると思うんですけど、それの組み合わせバージョンです。じゃあ早速見ていきましょう。じゃあ重複組み合わせって何っていうところからお話ししていくんですけども、重複組み合わせっていうのは、N 個の中から、重複を許して R 個を選ぶっていうところですね。ポイントはやはりこの重複を許してっていうところなんですけど、今まで選ぶって言った時に絶対に数少なかったですよね。選ぶ数の方が、だって10個の中から3個選ぶことは可能だったけど、重複を許さないんだったら10個の中から12個とか13個とか選ぶのは絶対不可能だ。ところが今回は重複を許すんで、その逆転現象っていうのは全然起きます。で、これを式で書いてみるとこういうふうに書けるんですね。 NHR と N っていうのは、まあ、ここの N 個の中からっていう話で、で R 個を選ぶんだと。で、実はこの H っていうのはたまに先生とかも使うことはあるんだけど、 C を使って表記することができるから、そちらで見ておいても構いません。じゃあ C で書くとどうなるかっていうと、こういう風になると N があって、ここに R があって、 R があるんだと、まあこういう話なんですね。だからこの式に代入してしまえば重複組み合わせは計算はできます。で、一応これって C で書けるんだから階乗とかで表記できますよね。こんな感じになりますよと。で、まあこの部分ってのはね、計算できるんで計算してあげるとこういう風にまとまるんだと。で、少し複雑な感じがすると思うんですけど、まあ、実際にやってることとしては単純に C やってるだけなんで、 C の計算やってるだけなんで、まあ、大したことではないですね。でもこれだけ見ててもよくわかんないと思うんで、実際の例を見てみることにしましょう。で、例の1っていうところで、X たす Y たす Z イコール6を満たす負でない整数、これ何パターンありますかっていう話ですね。 X と Y と Z の組み合わせっていうのを考えていく問題なんですけど、今回は負でない整数なんで0、1、2、3の中から選べばいいわけですよね。例えば X、Y が0で Z が6とかっていうのもこれ満たしてるんで一つのパターンですよね。じゃあどうやって考えるのかっていう話なんですけど、 X と Y と Z っていうのは、まあ、無限個あると考えてもらって、その中から好きなだけ X と Y と Z 選んでくださいと。で、その合計の数が6個になるようにっていうふうなことですよね、この問題って言い換えると。ってことは3個、今回で言うと X と Y と Z ですね、この中から重複を許して6個選ぶ、3個の中から6個選ぶんだと。で、これさっきやった H と全く同じ考え方ですよね。なんで H 使って書いてみると 3H の6になるんだと。こういう風な形ですよね。3がここに来て R がここに来ると。で、 C だったら絶対に N よりも R がでかくなることってありえないんだけど、 H だったら全然ありえますよね、この考え方からしても。で、じゃあこれを C 使って書くとどうなるかっていうと、こういう形になって、で、まあ 3+6-1 なんで 8C6 になると。で、まあ 8C6 っていうのを計算してもいいんですけど、こういうの書くのめんどくさいんで、できるだけここで小さい方が楽ですよねっていうんで、まあ結局 8C2 の計算をすればいいんだということで計算してあげると28通りだと。まあこういうふうに H っていうのは使うんですね。ただこれなんかすごい公式に突っ込んだだけ感すごいじゃないですか。なので少し考え方を変えてみてですね、もう少し何やってるのか分かりやすいような考え方っていうのをしてみることにしましょう。それが考え方の2ってことなんだけど、丸を6個並べておいて、これ1っていう意味じゃなくて棒のつもりなんだけど、この棒で区切っていこうと、こういう考え方をしてみませんかと。どういうことを言ってるのかっていうと、まずね、
こんな感じで丸を6個ドワーって書いとくのね。でこれをこの棒切れ使って区切るのって何パターンできますかね。何言ってるのかって話だけど、例えばねこんなパターンって考えれると思うんですよね。こんなやつ、丸がもともと 1,2,3,4,5,6 個あってこういうふうに棒で区切ったんだと。でこの区切ったやつを、まあ、どういう順番で入れてもいいけど、左からこの左にある2個っていうのを X で置き換えて、で挟まれてる部分っていうのを Y に置き換えて、で右側の空間にあるやつってのを Z で置き換えるんだと。そうすると X は2個、 Y は1個、 Z は3個っていうことで一つのパターンが作れますよね。例えばこんなところに2本入れたとすれば、ここは X の部分なんで4でしょ。でここは Y のところだけどないから Y は0で、ここは Z なんで2個だと。確かに X イコール4、 Y イコール0、 Z イコール2でも条件満たしてますよねっていうふうに考えてみるのはどうだろうと。でこれじゃあ何やってるかっていう話なんだけど、今丸は区別しませんし、この棒ってのも区別しませんよね。ってことはこれ単純に同じものを含む順列じゃないですか。同じものを含む順列なんだからこういうふうに書けますねと。8の階乗を6の階乗と2の階乗で割るんだと。でそうすると、まあ、これ計算してあげれば28通り先ほどと同じのが出てくるよねと。こっちの方がさ、なんか分かりやすくない？公式に無理やり当てはめたんじゃなくて意味が分かった上でなんか解けてる感じしますよね。でこういう考え方をしておくといろいろと応用が聞きやすくなるんですよね。じゃあちょっとだけ応用してみるけど、はい、今度正の整数のパターンっていう風にしてみました。 X たす Y たす Z イコール6を満たす、ここね、正の整数であると。つまり今回は0はダメなんだという話ですね。で、まあ、このパターンっていうのもいろいろ考え方はあるんやけど、変に考え方のパターンっていうのを増やしてしまうと分かりにくくなっちゃうと思うんで、さっきやった丸と棒で区切るっていう風な手法を使って考えてみることにすると。でその時にまず最初やんなきゃいけないの、当然全く同じとはいかないよね。ゼロがあるかないかって違うんだから。じゃあまず最初にどういうことするかっていうと、先に XYZ をそれぞれに1個ずつ渡しておくんだと。どういうことかって言った時に、こう棒で区切るって言ったんだけど、こう棒で区切った時にここに入ってる丸は X でした、ここに入ってるのは Y でした、ここに入ってるのは Z でしたみたいな考え方するんだったよね。だったらそれぞれのところに1個ずつ X と Y と Z 入れとけと。そしたらどうあがいたって0にはなんないでしょっていう考え方なんですね。で先に1個ずつ渡すんですよね。先に1個ずつ使うということは、もともと6個の丸を使えばいいところを先に渡しちゃった、しかも1個ずつだから3個使っちゃってるんですよね。ってことは残りは3つになりますよね。当然丸を6個使って考えてたんだけど、先に1個ずつ配っちゃった丸を、ってことは残りは3個しかないんで、その3個と間仕切り2本を使って考えればそれでいいんじゃないですか。そういう話ですね。ってことはこうなります。丸3個と棒2個の並べ方、これを考えれば今回の問題が解けるという話ですね。でももうここまでいけば簡単でしょう。はい、5の階乗を3の階乗と2の階乗で割るだけで、これ計算してあげると10通りだっていうのが分かりますよと。まあ、実はそんだけの話なんですよね。でこういうふうな考え方ができるようになっておくと応用がいろいろ効くんですね。ちなみにっていう話なんですけど、ここねマイナス1以上とかっていう場合、これも簡単に処理できるんですよ。要は今度はマイナス1以上ですから先にパクっとくんですよ。1個ずつ X から1個借りて、 Y から1個借りて、 Z から1個借りる。つまり X に1個入れてもまだ0にしかならないよっていう状況にしておけばいい。そうなってくると今度丸の数って何個になりますかっていうと、1個ずつパクってきたらそりゃ丸9個になりますよね。もともと6個の丸があって XYZ から1個ずつパクってきたと。
ほんなら3個増えるんだから丸は9個だよね。で、区切る棒の数ってのはこれは3つに分けるだけだから2個で変わんない。ってことはここ書いてるみたいに11の階乗、9の階乗と2の階乗で割り算してあげればいいから、まあ、計算して55通りっていうのが出てくると。まあ、これ他のやつでやっても何でも一緒ですよ。こう考えるとすごく楽ですよね。H でいきなりやろうと思うとちょっと混乱するかもしれないんだけど、こういうイメージ持っとくと非常に分かりやすいですね。まあ別に H でもできるんだけどね。っていうところで今日のまとめ見ていくんですけど、丸を棒で区切れと。重複組み合わせの回で結局そのことに触れないのかって話ではあるんですけど、やっぱり大事なのは何やってるか、実際にそれが使えるかっていうことが大事だと僕は思ってるんで、H っていう記号が極端な話分かんなくてもいいんですよ、知らなくても。じゃあなんでその話してるかっていうと、授業とかで先生が、はい、重複組み合わせで考えればいいですねとかって言ったりとか、いきなり H を使って計算とかし始めたりするときに困るでしょ。だから一応それ知っときなってだけの話で、実際大事なのはここに書いてるように丸を棒で区切れと、こういう考え方、こちらの方が大事だと僕は思うんですね。だから何やってるのかっていうのをしっかり理解する。そしたら結局少々ひねられたところでそれを応用していくことっていうのはしやすくなってくるんで、今日のところは考え方の方をしっかりと理解しておくようにしてください。じゃあ今日はこの辺で終わりにしておきましょうかね。今日話した内容が分かりやすいなと思ったらいいねよろしくお願いします。ついでに登録もしといてもらえると嬉しいです。レックやツイッターでも情報発信いろいろしてるんで、よかったらそっちの方も確認しといてください。じゃあ今日はこの辺で、お疲れさんでした。さよなら。